い、今日は荷台のモーターをスター結線とデルタ結線につないでどんな動きをするのか見ていきたいと思います。結線はこんな感じ、スター結線とこれがデルタ結線です。現場ではこういった結線はしないんですけど、実際やったらどうなるか、どういう運転をするのか見ていきたいと思います。2つのモーターをスター結線でつないでみました。それでは運転してください。ナンバーワンモーターは結構な速さで回っていますが、ナンバーツーはゆっくりです。電圧は 10V ぐらい、ナンバーツーは。でナンバーワンは修正点と125V、125V、4V、125V。ちなみにこれ 10V 固定で止めれるような感じで、でも、まあ、スター結線の結果は片方のモーターは多く回り、もう片方のモーターはゆっくり回りました。両方同じようには回りませんでした。次は今まで回っていたナンバーワンのモーターを固定してみて、ナンバーツーがどのようになるのか見ていきたいと思います。それでは運転してください。ナンバーワンは固定してます。シャフトお願いします。はい、いただきますよ。電圧、今まで 10V だったナンバー2の電圧が 117V で、結構なスピードで回っています。あ、手で持てる？大丈夫ですか？わかりました。もうこれ電圧見ようか。今、これ離せもな。で、これで一回ちょっとナンバーワンのモーターのシャフトを動かしてみたいと思います。手離してください。あ、もうダメ？ダメ。あ、だんだん回ってきてる。だん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 回ってきてる。こっちどんどん、あ、だんだん回ってきてる。これ電圧みたいな。だんだん回ってきてるで。だんだん速くなってきました。電圧は、あ、122V。こっちじゃない。ナンバーワンもだんだん回転が上がってきました。ナンバーツーは122V。でも回転はこんな感じです。先に回った方が多く回るの。ナンバー2は全然先と違います。結線は同じで、ナンバーワンのシャフトを固定して運転したらこのような結果になります。
以上です。それでは2台のモーターをデルタ決戦してみました。運転してください。あ、そうか、ナンバーワンのモーターのシャフトを固定して運転してみたいと思います。運転してください。モーター音がうるさいので音量を下げています。ナンバーワンモーターは 8.4V です。ナンバーワンのモーターシャフトを開放します。ナンバーツーはすごい勢いで回転しています。ナンバー2は 204V です。ナンバー1は約 9V です。ナンバー2は 204V です。ナンバーワンは約 10V です。だいぶ回転も上がってきました。電圧もどんどん上がります。ナンバーワンの電圧が上がるとナンバーツーの電圧がどんどん下がっていきます。ナンバーワンが 101V、 ナンバーツーが 114V、 デルタ決戦の結果、2台のモーターは均等に回ろうとしているように見えました。今回の実験は現場では活かされないと思いますが、話のネタにでもしてください。最後までご視聴ありがとうございました。